ワシントン26日ロイターから、米海軍の歳出委員会及び外交委員会の両委員長は26日、今年8月に行われた共和党全国大会でのポンペオ国務長官の演説をめぐり、米特別検察官局 OSC が調査を開始したと発表した。ポンペオ氏は8月、訪問中のイスラエルでトランプ氏の外交政策を称賛する演説を録音し、トランプ氏を共和党の大統領候補に再指名した全国大会で使用された。これが連邦職員の政治活動への参加を制限するハッチ法に違反すると指摘されている。歳出委のロウィー委員長と外交委のエンゲル委員長、共に民主党は共同声明でポンペオ長官の共和党全国大会での演説がハッチ法に違反している可能性について OSC が調査を開始したことを確認したと述べた。 OSC の広報担当者はポンペオ氏の演説は違法との議員からの主張を受け調査を開始したことを認めたが、それ以上のコメントはできないとした。国務省からのコメントは現時点で得られていない。